新年度最初のアセド勉強会ですね、はい、25回目もう早くも25回目です、えー、今回は20、えー、間違えた <laughs> えと今回は、えー、グリーフケアということについて3回目のご登場なんですけども <laughs> すごいよねえ 全慶先生をお迎えして、はいえー、クリスケアについて学ぼうと思います。えー、それぞれの人の背景を、えー、知ってもらうために、まあ、簡単に今いまメンバーは、私、まあ、ちょっと今少ないちすけどもは、私たちは、私たいは、たしますじゃは、えー、本たさんお願いします、はい、本田ですち <laughs> んんは、ますちは、私たちは、私たちは、私ん。ちは、は、私たは、は、 私は今、社交ダンスの競技化したものを競技ダンスのプロでやってます。一応、教えもやってるんですけども、まあ、現役として、まあ、選手でどう生きていくか、ちょっと聞いていきたいかなと思って、今日は参加させていただきました。えっ、ー、と、渡辺さんの大学,大学院の後輩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ななこさん、お願いします。 こんばんは。こんばんは。えっと、松原直子です。えっ、ー、と、東京ヴェルディで、えっ、ー、と、高知県選手をしております。えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と私自身、えっ、ー、と、父を、癌で、えぇ、ー、約五年、五年経つのかなあれ四年、五年ぐらい経ちますが、あの、亡くしておりまして、で、その時もちょっと、まあまあまあ、いろんなことがあったので <laughs>、 グリーフケアっていうのはまさにそのことだったりするのでちょっとあのとても興味深くというか自分が自身がどういうふうにあのなっていったのかなとかどういうふうにしたらよかったのかなとかあのそういったことも考えていきたいなとあとは選手としても一体引退してますけれどあのその辺も一緒に考えていただければなと。 思っております。今日はよろしくお願いします。ありがとます。お願いします。ありがとうございます。はい。ではえっ、ー、と次上田ダリュー君ですね。はい。えっ、ー、とリュージ君は実はつい先日四十九日お母様を亡くな亡く,くされて四十九日を迎えたばかりなんですけども、えー、今回ご参加いただいて三回目のシドペン協会ということで四回目か。四回目だね。四回目ですね。はい。 ということで、えー、今回はご参加いただきました。はいえー、最初にちょっと皆さんの貴重なお時間を拝借することになるんですけれども、えー、1分間、黙祷を捧げたいと思います。では、黙祷ありがとうございました。えー、藤頑張れよ。<laughs> あります <laughs>。元君とはあのバトミントンコーチのアレンジですか？そうですね。えっと僕のえっ、ー、ともう僕がプロになって初の地方ツアーがル、えー、ージー君が小学生高学年ぐらいの時の北海道ツアーが僕にとっての初の地方ツアーだったんで、えっ、ー、と以外でのは一番最初の受講生があそうでしたか？はい。で北何回か何回かやったんですか？結構 こうやってるんですね、ね。そのそうです、ね、合宿段階も2回ぐらいやったと思うし、朝日から北海道の方には北海道てたのおっさんのために呼んでもらってたんで、高校生ぐらいまでは、ね、しょっちゅうやすよね、1年に1回は。リュウジさんは大学生なんですか、ねはい、今大学4年です。 一応、教員の方を目指してまして、<ー>今、日々勉強をしているところなんですが、先生ですかで、はい。で、今はそのバドミントンを、まあ、選手としてもやりつつ、指導者の方も今、目指しているところです。まさに元君の弟子って感じ <laughs> <laughs> あの指導者志望、教員志望ということだったので、あの松光おじちゃんの、えー、幼児教育の続編の第2回目の時にも、はい 参加してもらってます。いい先生になってくれよという期待を込めて、<laughs> 頑張ります。<laughs> はい。かなんか自己紹介補足することありますか？自己紹介ですか。そうですね。結構そのまあ自分の家庭環境のこともあるんですけど、その今ゼミの活動でその地域にすごく関わって、いろいろ子供たちの居場所を作るっていうよりかは、なんだろう子供たちと一緒に。 その地域を盛り上げていくっていう活動もしたりしてるので少し今回の話にもつながるかなと思って今日はすごくいろいろ話を聞かせてもらいたいなと思っておりますでは、えー、3回目のご登場でですね、はいえー、僕のいとこにもなります、えー、と京都の800年以上の歴史を誇る光明院の 住職でありますし同じ敷地内で田中委員という内科の委員の委員長もされております田中善慶先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれじゃあお話しさせていただきますま今日あの前半後半に分けてどうやってその命を生き切るのかという話を前半にして後半にじゃあ命を得た人ですね えー、その周りの人をケアをどうやって行うのかという話をさせていただこうと思っています。えー、それではまず前半早速始めていきます。あのー、アドバンスケアプランニングとていう言葉がありましてね。えー、これ日本語に訳すと、こう命の姉妹い宅を始めると。えーまあ、そういう訳され方をするんですけれども。 えー、これがね、今すごく、あのー、医療界では大事にしようということになっています。どういうものか。まあ、まずその話をする前に、えー、まあ皆さんちょっと若いからね、まだピンとこへんとも言いますが、まあご家族でもしかしたらそういう体験があるかもしれません。ちょっと2つ質問を用意しましたので、ちょっと考えてみてください。人生の最終段階において、こう死が近づいてきてですね、この自分の力で呼吸できひんくなったときに、 人工呼吸器で命の維持を目的としたですね、医療行為を受けたいですか、まあ、これが一つ目ね。二、えー、つ目、まあ、あの、老衰でね、まあもう自分がおじいちゃんおばあちゃんになった時に、えー、まあ徐々にこう口からこう食べ物とか水分がね、入らなくなることもあります。その時に、胃ろうと言ってですね、まあ、胃に穴を開けてですね、チューブのようなものを入れて、えー、そこからの栄養を 呼吸するという方法があるんですけれども、これを受けたいですか受けたくないですかこれ、まあ、ご自身でねあの、考えたことがありますよっていう人は少ないかもしれませんが、えーまあ、実際ね、あの、ナ子さんなんかは、がんで見とられたっていう経験をね、されたといいますか、多分それに近い話っていうのはどっか出てきてないですか ありましたか。うんあの実際私あの離れて住んでいたのでなるほどはいでまだ子供がまだ三歳とかあとまだゼロうんとかゼロ歳の子供がいたので <laughs> なかなかお見舞いに行けなかったりとかもしたしあのそういう ことに関しては家族と話したりとかっていうことはなくて。なるほどね。はい。ただ、あの、まあ、お父さんがの楽なようにとか、家族が思うようにっていう、それなら、それであの、考えたらそれでいいよっていう話は、まあ、交わしたことはありましたけど。そうですね。はい。やっぱり、実際にこう、その選択をね、こう、迫られる人っていうのは、実は少ないんですよね。 えーまあ、これからまあ自分が年老いて、えー、必ずこの質問を、えー、答えを選ばなあかんかって言われたら、そんなことはないと思います。えーまあ、考えたことがない人の中にはですね、もう、えー、やっぱお年老いの中でも、えーまあ、その死とか老いに対しては考えたくないんです。もう、もう、話しとくれなしゃっていう人もありますし、えー、一番多いのはもう分からへんっていう人ですよね。 さあ分からないんですよね。うん。何ですか、色って言って、何ですか、人工呼吸器って、実際その現場で見ないと分からないですし、えー、実際にそういう人を受け持った医者じゃないと、やっぱ分からないところあります。医療行為に関してはね。まあ、なんとなく決めてるけど、まあ、まだ迷いがありますよと。えー、まあ、いる理由は様々なんですけど実際にそう簡単に答えることはできないんですよね。じゃあ、その ACP っていうのは、この自分の子の最後の迎え方っていうのを、 自分で考えてていいっっぱいの人と話し合っておくことこれをアドバンスケアプランニングと言います。えー、これをですね、えー、何を大事にするかっていうと、自分らしく生ききることなんですよね。これが一番大切な視点で、これがね、実はこれってものすごく当たり前のように聞こえると思うんですけど、ほんの120年前までですね、 医療界において、それはね、2の次、3の次やったんですね。